アメリカに住めばさ、そのアメリカ事情とかさ、文化だったり英語の表現だったりとかさ、バンバン動画できるじゃないですか。お金で永住権を買うみたいなもんです。込み込みで、まあ、7000万ぐらいあればできると思いますって言われたんですよ。アメリカ人なんですけど、超大金持ちだな、アメリカに行って、で、まあ結婚して。Hello there、始まりました。もちチャンネルです。今回はですね、はい。私の夢について話したいと思います。そうです。まあ前にね、いくつかの動画では多分言ってるかもしれませんが、私はいずれアメリカに移住したいっていうふうにね、言っているわけなんですけども、まあ場所はね、やっぱりカリフォルニアがいいので、カリフォルニアがいいので、やっぱ、サーダンカリフォルニアですね、やっぱ天気がいい。ちょっとね、まあ山火事とか最近は多くて水不足になったりもするので、っていうふうになってたんですけど、サンディエゴあたりに住みたいなとは思っていましたね、ずっと。いや、本当にね、サンディエゴって気候がいいんですよ。寒いって時がまずないので、ちょっとね、暑くて乾燥するとかっていう時が出ちゃうのはちょっと辛いんですけど、そんなにまあ、ジメジメもしてないし、寒い時もないっていうので、やっぱり留学してた時にもうここに住むしかないなって思ったんですよ。で、まあその後、まあいろんなアメリカ内の地域を旅行したりとか、他の海外ね、いろんなとこ行って、やっぱり、サンディエゴがいいんじゃないかなっていうふうに思ったんで、まあもしかしたらね、あ、ハワイの方がいいなとかですね、思うかもしれないですけど、一応はサンディエゴを考えています。まあ予定ではネットっていうのがすごく進んで、インターネットさえあればアメリカでも別に授業できてっていうふうになってると予想してたわけです。でもね、なってない。当然移住するためには永住権が必要なわけですが、その永住権のね、取り方っていうのもいろいろあるわけです。で、まあ僕のブログ自体がね、トイック満点&アメリカ移住ブログ、ね。もともとがトイック満点&アメリカ移住への道ってやつだったんですけど、なんかね、ブログにはブログっていうのがついてた方がいいって言って途中名前変えたんですけど、そうです。だから昔からもうアメリカ移住するとは決めています。で、その大学生の時にね、付き合ってたアメリカ人のね、彼女がいたので、まあ日本でモデルやったり、ドラマとか映画のエキストラ的なんで出てたんですけど、僕が大学院終わってアメリカに行って、で、まあ結婚して、スパースビザを取得するかなと思ってたんですが、まあそうはいかずにですね、お別れしたわけです。じゃあどうすんだってわけだ。まあいろいろね、取り方はある、ラッリーとかね、毎年くじ引きでね、選ばれたりすることもあるんですが、本当にね、くじでね、当たるんですよ。毎年、まあ日本だと大体5万人ぐらいが応募してるって言われてるんですけど、それ636人が2015年は当選してる。だから1.26% の確率で当選すると。どうなの、宝くじと比べたら高いのよくわからないですけど、まあそうです。こういう風に DV プログラムで毎年少なからず移住する人本当にいるんですよ。僕の友達のドイツ人も毎年応募してます。アメリカにどうしても住みたいって言ってね、応募したことない一回も。やった方がいいのかな。あんまそういうくじ運とか良くないから挑戦しようと思ったことがない。自力でやることをいつも考えちゃいますね。一番現実的なのは投資ビザかなと思ったんですよ。 EB5 ってやつですね。 EB5 自体は実際考えてたこともあって、まあ、相談しに行ったこともあるんですよ。で、 EB5 っていうのは、まあ簡単に言えばお金で永住権を買うみたいなもんです。で、一つの条件が米国内で100万ドル以上投資して2年以内に10人のアメリカ人を雇う。つまり1億何千万円っていうお金をアメリカ投資して10人雇うと。二つ目として失業率が米国平均の 150% を超える地域で50万ドル以上投資し2年以内に10人のアメリカ人を雇用する。そう、この二つ目のやつがまあ現実的じゃないですか。5500万とかで。で、まあいろいろ込み込みで、まあ7000万ぐらいあればできると思いますよって言われてたんですよ。ああ、それで準備しようかなと思ったんですけど、そうです。ここに書いてます。2年以内に10人雇わなきゃいけないんですよ。きついよね。で、3つ目が、移民局が指定した地域センター内にある新事業、または経営困難に陥っている事業に50万ドル以上の投資を行い、間接的に雇用を創出すると。そんなのもあると。まあ少なくともね、7000万ぐらいあればいいんじゃないかって言われてたらね、その10人雇用しなきゃいけないですからね。ただただ、イエイ、お金払ったぜ、これでアメリカ人だじゃないんですよ。グリーンカードゲットだぜじゃなくて、その雇用した人たちに給料を払わなきゃいけないんで、そう簡単にはうまくいかないわけなんですよ。だから、ネット授業がね、そんなに定着していないので、これはうまくいかんぞって思ってたんですよ。で、だから予備校で一生懸命働いて、のし上がってて、どんとお金をゲット
として、それでなんとか行こうかなって思ったけど、うまくいかんぞこれはですね。予備校今もう上に上がれないですから、あ無理だなって思った。でそんな時ですよ、オリンピックちょっと延期になっちゃいましたけど、その前にちょっとオリンピックのチケット当たったからさ、日本行くよっていうある友達から連絡が来たんですよ。そう、その友達アメリカ人なんですけど、超大金持ちになってたんですね。もう全然なんかもうプータローみたいな感じだったのに、スーパーお金持ちになった。それは仮想通貨ビットコインですね。ビットコインが超安かった頃から買ってたんで、バビッタビビッタ、はい。でその人が、まあ、家買ったぜみたいなね、1億何千万の家があって、あそれサンディエゴで出会ってるんで、でその家が1億何千万でほら買ったよみたいな感じで書いてあって、ああいいな家、ほらゲストルームもあるよこんな感じでみたいな感じ、すごい広いゲストルームがあって、ああじゃあ遊びに行くよって言ったら、うん、そうそう、家買ったんだけど、でもね、コンパウンドを買う予定だって言ったのね。まあ、コンパウンドってなんて言ったらいいんだろうね。なんか辞書だと区域って訳されるんだけど、区域と思うな。まあ、イメージとしてはこんな感じですかね。サンディエゴってね、結構高級住宅エリアみたいなのがあるんですよ。UCSD ですね。UC サンディエゴっていうところで僕留学してて、で、まあそこで彼とやったんですけど、そのエリアっていうのはその高級住宅地が多くて、お金持ちの人たちが住んでる、もしくはその一つのでっかい部屋に、この大学生たちが4人とかでルームシェアしてるみたいなんで、住んでることが非常に多いんですね。で、だから自分もそういう感じの生活してたわけなんですけど、だから別にあの家だったらあるよって言われたんで、みたいな。じゃあそこを住んで何かしら雇ってもらっちゃうみたいなね。これありだなと思って。あ、ついにサンディエゴに住むのを現実帯びてきたなと思ったんですね。で、まあそんな、あの1年とか2年で、まあ、行くようなものではないと思ってますんで、まあ、あとはその YouTube でね、授業するのうまくいけば、家にね、撮影部屋作ってね、そこに黒板用意したりとかもできるんで、これはありだなとすごい思いましたね。そのまあ出会いはアメリカで、そうそう、日本のねどっかの大学留学してたんで、もともとで自分がアメリカ留学した時に、そう英語を教える資格を取ったわけですけど、そう彼もそのコースにいたんですね。だからで、まあ結構日本語も喋りたいしみたいな感じで、で僕アメリカで免許取ったんですけど、その時の車のね練習、あそうそう、アメリカって自分で練習しますから、車の運転って。だその彼のね車でいつも練習してたんですよ、乗るのね。あ、そう、大学めっちゃ広いから、そう、大学の敷地内で彼の車に乗って、僕は毎週1回ぐらいかな、毎週水曜だったと思うけど、そう、授業の後に、こう、車運転して練習したんですよ。すごい優しくしてくれた。で、日本戻ってきても、そのサンディエゴに旅行行くときは会ってたし、もうちょっと今しばらく会ってないですけど、ね、そのオリンピックの時は日本来るからやっと会えるね、みたいな感じだったんですけど、一回東京で、何年か前にそうな、東京来て、あったな、そういえば。その時からね、もうビットコインの値段がもう爆発的に上がったので、で本書いてて手伝ってもらったことがあるんですよ、英文で。その時にお金払うよって言った時に、そうビットコインで払ってくれって言われて、でそれ で初めてビットコインのね取引して、それビットコインで払ったんですけど、その時は何やってんのって言ったら、教会で音響の仕事してるって言ったんだよね。へーみたいな。もともとそう、出会った時はそう、警察官になりたいって言ってたね。その警察官になるにちょっと鍛えなきゃいけないから、ちょっと鍛えなきゃとかって言ってたんですけど、ね、人生何があるか分かんないもんですね、本当にね。ビットコインはね、買っておけばよかったよね、今思うとさ。今、サンフランシスコに留学してた時なんか、超安かったもんね。今や信じられないぐらい高いからね。まあもう、後悔したって始まんないですから。今を生きてやっていくしかありませんね。だからこのね、YouTube、そして YouTube でのね、授業動画とか成功させて、アメリカに住めばさ、そのアメリカの事情とかさ、文化だったり、英語の表現だったりとかさ、バンバン動画にできるじゃないですか。そういうのを一番ね、あの YouTube 上ではやりたいと思ってたんで、バイリンガールとか、そうそう、まだ全然出始めの頃、あれ自分カナダ行ったとかな、見てたんで、あだからいいなこういうのって思ってたんで、それをね自分ができる時が本当にやってくるかもしれないなって今は思ってますね。そうだから僕はそれを目指してますので、だからそのね予備校でその何年もね待ってられないんですよ。自分はもうアメリカに行って、アメリカでオンラインでね授業して、それで生活できるようになりたいっていう夢がもう昔からありますから、もう待ってらんないんですよ。だからもうその夢を叶えるべく動き出します。でね、そういよいよ情報解禁までもう少しですね。4月1日に全てが明らかになりますから、それは本当に待っててください。自分が目指すのは
てっぺんだけですからね、どうやってそこを取りに行くのかっていうのをついに話すことになりますので、ご期待ください。授業収録頑張ります。取材も頑張って受けてきますので、飛躍に期待してください。本当に頑張りますから。今日もね、どうせこの動画を撮って夜の3時までカッティング編集ですねってやつをして、で朝起きたら字幕つけて効果音つけて出しますから。もうね、当日作ってから今動画、毎日当日やばいよね。やります。負けられない戦いがここにある。いよいよ本当にずっと言い続けてきたアメリカ移住、ちゃんと有言実行しますから、見ててください。楽しみにしてください。応援してください。はい、ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、 Thank you for watching.